茶応接。今回は4月の21日水琉日に行われますホームゲーム、琉球ゴールデンキングス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズの見どころ紹介をしていきたいと思います。ついに西地区優勝を決めました琉球ゴールデンキングスですけども、まだまだレギュラーシーズンは続きます。優勝が決まった後のまたこの一戦で琉球ゴールデンキングスがどのように戦うかがまだ見どころになってくるかと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回の相手が名古屋ダイヤモンドドルフィンズなんですけども、まず一つ確実に言えることは、名古屋死に物狂いでかかってきます。まあ、現在名古屋が西地区の4位にいまして、大阪と三河にゲーム差が僅差の状態になっています。今現在試合中止とかも続いていて、この終盤の1試合1試合っていうのがとてもとても重要になってきます。そしてその4位にいる名古屋が大阪三河に追いついて追い越そうとするために、まあ、死に物狂いでかかってくるっていうのはもう間違いないと思います。そして琉球ゴールデンキングスにとってもこの試合がようやく新アリーナでの試合になりますので、琉球ゴールデンキングスもこれまたまあ力の一段と入った試合になるんではないかと思います。そしてその新アリーナである沖縄アリーナで注目すべき選手といいましたら、まずはデュエン・エヴァンス選手だと思います。この西地区優勝の大きな要因を作ってくれた選手でございまして、まあ、オフェンスディフェンスともに活躍し、何より琉球のまあハードワークっていうのをより一層まあ体現してくれた選手でございます。名古屋ダイヤモンドドルフィンズの、まあ、ジャスティン・バーレル選手だったり、まあ、レオ・ライオンズ選手のインサイドワークだったり、またアウトサイドシュートっていうのもまあ得意な選手でもございますので、まずエヴァンス選手のディフェンスで、まあ、そこの攻撃起点を潰して、逆にエヴァンス選手のまあ多彩なオフェンスで名古屋ダイヤモンドドルフィンズを圧倒してほしいと思います。そしてもう一人注目選手を挙げるとしましたら、今回フニュー聖也選手に今回は注目したいと思います。名古屋のスターティングファイブでイガードとして出てくる選手が、まあ、斉藤選手でありまして、その斉藤選手のプレーっていうのが小柄ながらも自らカットインして点数も決めて、オフェンシブなガードを振り広げる選手でございます。今回フニュー聖也選手のこのタフなディフェンスで、この斉藤選手のまあ多彩なオフェンスをこれまたフニュー選手のディフェンスでまだ封じてほしいと思いますし、斉藤選手がまあアグレッシブにオフェンスを進めますので、そのアグレッシブなオフェンスで名古屋ダイヤモンドドルフィンズのオフェンスのテンポっていうのもどんどん上がってきますので、またそこの起点をまたフニュー選手が潰してほしいなと思います。そして名古屋ダイヤモンドドルフィンズで最も気をつけないといけない選手が、まあ、ジェフ・エアーズ選手。ジェフ・エアーズ選手は、まあ、かつて琉球ゴールデンキングスも所属していまして、怪我人が続出して窮地に陥った琉球ゴールデンキングスを大黒柱として支え、琉球ゴールデンキングスの西地区優勝になった大きなキーパーソンの一人になっていました。そして今回名古屋ダイヤモンドドルフィンズでもインサイドワークもそうですし、何よりはスリーポイントを高確率で決めてきますので、そこのスリーポイントをやられないように琉球ゴールデンキングスがディフェンスをしてほしいです。もう一人気をつけるべき選手、注目選手としましたら、やはり安藤選手ではないかと思います。名古屋ダイヤモンドドルフィンズのキャプテンとし、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの精神的支柱もまあ担っている安藤選手、やはり安藤選手のまあクラッチタイムのシュートっていうのが非常に怖いなと思います。まあ、ここぞという時に安藤選手のスリーポイントが高確率で決めてきますので、その高確率のスリーポイントをこの試合終盤に決められたら、やはり名古屋も勢いには乗ること間違いはございませんので、やはり安藤選手のスリーポイントもそうですし、あとはターンオーバーからの速攻を許されたら安藤選手は容赦なしにまあダンクも決めてきますので、まあ、そこで名古屋ダイヤモンドドルフィンズのまあ勢いというのを濡らせないようにしたいなと思っています。この終盤から名古屋ダイヤモンドドルフィンズとまあ3回も戦うことになるんですけども、名古屋ダイヤモンドドルフィンズがまあチャンピオンシップ出れるかどうかのまあ瀬戸際ですので、琉球よか貪欲にハングリーに挑んでくると予想されます。まあ、その名古屋ダイヤモンドドルフィンズの思いというのを新たに戦う沖縄アリーナで迎え撃って、名古屋ダイヤモンドドルフィンズに勝利してほしいなと思います。まあ、そのためにも応援を引き続き頑張っていきます。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。